そして今回主砲パフォーマンスを見せていただくということなんですけれども、はい、
高所恐怖症なんで、上に子供を引っ張られながらガラスを引っ張られたんですけど、まさか、サラカーちゃんと掛け合えるとは、楽屋でちょっと痛いとしてしまって、すいませんでした。東京スカイツリーが東京全体を盛り上げていきたいと思います。
今日ちょっと、え、お二人に、あの、前に見せてもらったんです。すごい。